はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトクマです。熱中症になりました。ほぼ寝てました。動画上がってなくてすいません。皆さんも水分補給とね、塩分摂取とかその辺ね、気をつけてください。ということで、なんじゃこりゃ、エリンバンクス、むちゃくちゃ進化しておりました。エリンバンクスはですね、もちろんオリンピアチャンピオンなので、まあ、今年特に大会に出なくてもね、オリンピアに出ることはできるわけですが、来月行われるドバイプロ、ここに出場することが決まっております。で、この大会にはですね、まず、アンドレ・ファーガソンが、まあ、一応出る予定で、アンドレ・ファーガソンの話を先にすると、彼はマイアミ・マスル・ビーチっていう大会にニューヨークプロの後に出る予定だったんですが、体調が悪くなっちゃったのかな、まあ、なんかで大会辞退しました。その後はこうやってね、なんか美味しいもの食べてちょっとリフレッシュを、していたんですが、コンテストじゃあどうなるのっていうところでもちろんね、まだまだ諦めてはおりません。同じくですね、7月行われます、リパブリック・オブ・テキサス・プロ、ここに登場予定です。で、その後ドバイプロにも出る予定なんですよ。なのでアンドレ・ファーガソン、エリン・バンクスとね戦います。ミスターメンズフィジーク、エリン・バンクスで今そう言われてますね。ハトクマが勝手にそう呼んでるだけかもしれない。でもアンドレ・ファーガソン、ミスターメンズフィジークだとハトクマは今も思ってます。それはまあハトクマが勝手に思ってるだけかもしれない。でもこの二人のバトルっていうのは非常に楽しみですし、まあアンドレ・ファーガソン、ニューヨークプロもかなりいいコンディション、かなりいいこのタイトなウエストっていうのを見せてきているので、まあ非常に楽しみなところでございます。で、ただその二人の対決っていうよりはカイロン・ホールデン、カイロン・ホールデンといえばエリン・バンクスにとってはちょっと苦い思い出のある選手だとハトクマは思ってます。なぜかというと、去年のオリンピアの前にですね、リージョンスポーツフェスタっていうところに急遽ね、エリン・バンクス出ることを決めました。で、そこで、まあ、誰もが勝つと思ったわけですよ。だって、もう一昨年のオリンピアチャンピオンで連覇狙ってるわけですから。ただカイロン・ホールデンがぶっ倒したんですね。ぶっ倒したんですよ。これはもうメンズフィジーク好きはみんなびっくりしたと思います。まあ、結局ね、オリンピアではまあエリン・バンクスが3位でカイロン・ホールデンが7位ということで、まあやり返したっていう感じにはなってるんですが、まあカイロン・ホールデン完璧なシェイプされたね、体つきでもうエリン・バンクスを圧倒したとハトクマはあのコンテストは思ってます。接戦だったとは思ってないんですよ。エリン・バンクスちょっとまあ筋肉の張りがなくて、まあその分ね、オリンピアでそれを発揮してきて結果突き放した感じではあるんですけど、ちょっと苦い思い出のあるカイロン・ホールデンがこの大会に出るからかは分かりません。で、まあ、去年オリンピア連覇できず、なんだったらブランドン・ヘンドリクソンにはもうリベンジ仕返されてるので、それでもあったからか分かりませんが、とんでもなくね、進化をしてきております。これコンテストがめちゃくちゃ楽しみというところですが、左側は、まあ、大体そのリージョンスポーツフェスタ6週間ぐらい前のもので、右側が今回のドバイプロ6週間ぐらい前なのかな、今、ものになっておりますが、もう密度がね、違いすぎる。まあ、撮っているところの明るさでね、またこれ見え方変わってる可能性はありますが、肩なんかもうさらにでかく、もともとエリン・バンクスって肩がでかくてもう特徴的で有名じゃないですか。で、その肩がとんでもなくでかくなっているっていうのがこのバックダブルバイ、本来メンズフィジークでは見せないポージングでもあらわになっておりますし、ハトクマ的にはちょっと弱点かなと思っている腕、このところ腕周りに関してもさらに太くなっていて、背中全体の広がりや密度というところもさらに仕上がってきている。これはもともとのそのコンディション的なね、仕上がりのスピードがまあ早いっていうところから、まあ、出ているものもあるのかなとは思ってるんですけれども、前から見てもですね、こんな感じで、まあ、前から見た方はちょっと分かりにくいんですが、ただ肩周りの進化なんかはかなり顕著に見て取れるのではないかなと思いますし、胸なんかもよりタンクトップがね、もうパツパツでかわいそうな、見た目にさらになっているのではないでしょうかということで、元王者にね、もうなりました、エリン・バンクス。まあ、ジェレミーとかいろんな人からは、まあ、史上、最短のチャンピオンだったみたいな、最短でチャンピオン塗り替えられちゃったみたいな、こと言われましたけれども、俺がチャンピオンだ、俺が最強だというのを再び見せるべく、逆にね、ケツに火ついたじゃないけどさ、なって、これ今年ね、ほんと面白いメンズフィジークオリンピア見れるんじゃないかと。で、その前のドバイプロで、まずは、優勝して景気をつけるかどうか、ここ皆様ぜひね、
ご注目ください。そしてこのエリン・バンクスの体を見て皆様一体どう思われますか。まあ、ドバイプロ優勝するかどうかも含めて今年のオリンピアの予想なんかもね、書いていただけると嬉しいです。そしてついに帰ってまいります、みんな大好きサディーク。サディークはですね、8月初週に行われるタンパプロに出る予定なのかな。ということで、まあ、順調にね、コンディションを進めておりますが、これまためちゃでかい。これまためちゃでかいわけですよ。この雰囲気だけを見ると、クラシックに出るのかなって、多分メンズフィジークなんですけど、クラシックに出るのかなっていうような、まあ、体つきをしております。で、サディークはですね、まあ、2017年まではクラシックの選手としてね、もちろん活躍をしておりましたが、その後1年置いて2019年のアーノルドで、メンズフィジーク復帰。まあ、当時はですね、まあ、ちょっとでかいなっていうような印象が、結構あって、まあ、クラシックとメンズフィジークの中間みたいなことも言われてですね、アーノルド6位で終わって、そこから3年結構ね、そう思うと、出てなかったんだなって思うんですけど、ただこの期間は確か結構ね、なんか旅行行ったりとか、まあ筋トレはもちろんしてたりとか、なんかそのアンバサダー的な活動はしてるんだけど、まあリフレッシュしてた印象がねあるんですが、復帰してピッツバーグプロでもう圧倒的なコンディションと体でね優勝します。でその後のニューヨークプロも、まあカイロンが確かその年は優勝したのかな。でもトップ選手たちにもう引けを取らない体で、3位で終わりました。ただオリンピアには出なかったんだよね。出れなかったんだっけ？出なかったんだっけ？ちょっと忘れちゃったんですけど。で、まあ、今年ですよ。また1年挟んで大会に出ます。連続でね、まあ、あんまり出なくなってきてるんですけれども、まあ、ジェレミー・ブエンディア最大のライバルと言われました。で、その時代のライアン・テリーが、まあ、去年優勝したわけですよ。なので、まあ、ブランドンもそうだし、なんだったらアンドル・ファーガソンだってそうだし、まあ、カイロンもそうだし、サディーク、ジェレミーだって、まあ、ジェレミー今年出ませんけど、まあ、サディークなんかは特に、その時代に、もう、ほんとチャンピオンまであと一歩までね行った選手なので、今年非常に、そういう意味では楽しみなんですが、皆様最近のねサディークの体を見ていかがでしょうか。体の厚み、腕の太さ、肩の大きさなんかはねもう十分すぎるぐらいあるんじゃないかなと思っております。でコンディションに関しても、6週間ちょい前でまあ、こんだけなので、ここからさらにねいろいろ抜けていって張ったらどうなるのかっていうのは非常に楽しみなところです。他誰がね、タンパプロ出てくるのかわからない。まあ、有名な大会なので、まあ、オリンピアにね、よく出る常連選手は出ると思うんですけど、で、あと個人的にだから気になるのは、これで、まあ、メンズフィジークだとして、フロントポーズを取った時に、この前腕、二頭筋、三頭筋で、この三角筋、肩ですね。ここと胸が、ちょっとこの、どうなんだろう。まあ、このポージングなので、わからないんですよ。まあ、普通にフィジークの大会の時にポーズを取っているのを見るとそんなにボリューム不足には見えないんですけど、腕とかが結構太くて胸がちょっとこう沈んで見えたりはしないのかな、どうなのかなっていうのが気になるところと、あとはまあ腹筋ですね。サディーク結構最近の大会を見ていても若干この腹直筋のカットっていうのがぼやっとしてもともと見えてしまいやすい選手で、最近のまあメンズフィジークですね、上位に入っている選手が本当腹筋ボッコボコなまあ選手が多いので、このあたりをこの選手もともと持っているこのね V シェイプ、枠の大きさであったり筋肉のボリュームであったりコンディションであったり、あとはまあ知名度っていうのもね若干もう加わっちゃうとは思うんですよ、サディーククラスになると。まあそういったところ、まあ笑顔を含めてね、このパフォーマンスっていうところで、どう見せてくるのか、そのあたりをハトクマはほんと楽しみにしているんですが、ただまあとにかくサディークがね今年今帰ってきますし、まあさっき見せたエリン・バンクスなんかもかなり進化しておりますし、メンズフィジークもまだまだ世界すごいぞという楽しみだぞっていうのがね、まあ個人的に感じられてという、まあ今回はそんなアップデート動画でございました。はい。ということで、今日の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。皆様、サディーク、エリン・バンクス、カイロン、アンドル・ファーガソン、他その他のね、選手で楽しみなところとかなんかいろいろあれば、どんどんコメント書いてください。そしてですね、帰り際もしよろしければ、ハトクマチャンネルの登録、ぜひよろしくお願いいたします。またこの動画を含めて、まあ、今後もハトクマ応援してやろうかなとか、俺が見てやろうよって、俺が見てやるぜっていう方いましたら、ぜひ高評価ボタンのクリックも、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。